どうも、おてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おてこ TV のおてことは長野県の一部の方言でございまして、お手伝いとか助手という意味があり、皆様のアクアライフのお手伝い、おてこ役、助手役ができればなと、まあそういうチャンネルでございますので、よろしかったらぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。毎日配信頑張っております。そして本日のお題なんですけれども、白濁りの原因を知り対策を立てようということになります。皆さん、白濁り、はい、発生したことありますか？まあいきなりですいませんけれども、白濁り発生したことありますか？まあどうでしょうかね。まあ私は白濁り何度か経験しております。まあアクアリウムをねやっていれば、ほとんどの方がまあ遭遇しているんじゃないかなと思うんですけれども、この白濁り、まあ初手からねぶっちゃけますけれども、白濁りにはいろいろな原因があり、発生する詳しい条件というのは分かっていないようです。まあ要するにね、原因が不明ということになりますよね。はい、まあお題でね、今週のお題は、あ、今日のお題はみたいな、今日のお題は原因を知り対策を立てようですって言いながら、いきなり原因不明なんつったら、まあ前途多難なんですけれども、はい、ただね、発生しやすいタイミングやケースっていうのは分かっていまして、まあ、それは次の通りになります。まあ、1番立ち上げ初期、2番水替え後、3番フィルターのメンテナンスの後、4番餌の与えすぎ、5番肥料の過剰添加、6番フィルターのろ過不足。まあ、注意していただきたいんですけれども、白濁りとは別の症例として、まあサンゴ砂や砂利などねの粒子が飛散してまあしまう場合は白濁りすると思うんですけれども、それとはまた別っていうことと、あと光の加減でね水が白く見える場合もあるので、まあそれも白濁りじゃないよっていう感じなんですけれども、はい、まあこちらのね、さっきの言いました6つの項目をちょっと覚えていただいて、でね、発生した状況を振り返るということで、まあ、今発生していれば、まあ、今の発生している前のね、なんか発生する前に何かやったかなとか、あと今ね発生してない方もいると思うんですけれども、まあ発生し経験がある方で、まあその発生した前に何かやったことあるかなっていうのをちょっと思い出していただきたいんですけれども、先ほどの発生しやすいタイミングに番号が振ってあったかと思うんですけれども、布団を振り返った時に何か当てはまる項目があるかっていうのをちょっと選んでいただきたいんですけれども、どうですかね、当てはまりますかね。まあ当てはまらない場合もね、ちょっとグループ分けをちょっとしますと、まあ1から3は、バクテリアの減少による白濁りの発生の可能性があります。4と5番は、有機物が過剰になってバクテリアの分解能力を超え白濁りが発生した可能性がある。6番はね、逆に何にも行動していないと、まあ、時間経過とともに発生するフィルターの目詰まりだったり、もしくはね、あのフィルター自体にもろ過能力が不足しているという可能性など、まあ、フィルターの異常に起因する白濁りの可能性があるということですね。まあ、このどちらかのね、あの項目に当てはまるんじゃないかなっていうふうに思っております。原因のね内容を詳しく見ていきますと、まあ、バクテリアの減少による白濁りっていうのは、まあ、通常白濁りが発生しないときは餌の食べ残しや糞をろ過バクテリアたちが全て分解しているために濁らないっていうことですよね。なのでバクテリアたちが減ってしまった場合はどうなるかというと、有機物が分解できずに、有機物をね分解することができずに、その残りカスが浮遊してしまっている、もしくはろ過バクテリアとは別の微生物が大量に発生してしまって白く濁るというのが考えられます。次はね、有機物が過剰になってバクテリアの分解能力を超え白濁りが発生してしまった場合、ろ過バクテリアたちはねちゃんと働いているんですけれども、その能力以上に、まあ、餌とか肥料とかバンを入ってしまった場合は、やっぱそうは言っても、限界が来てしまって、白く濁ってしまったということですよね。もしくはそのろ過バクテリアとはまた別のね微生物たちが
分解しきれないから、その別の微生物たちが湧いちゃって白く濁ってしまったっていうのも考えられますよね。次、フィルターの異常に起因する白濁り。まあ、こちらもね、原因様々だと思うんですけれども、まあ、生態に対してフィルターが小さかったり、まあ、いっぱい生態がいるのにフィルターが小さいから、まあ、ろ過不足だとかね、あとは清掃がね全くやられてないから目詰まりしちゃってろ過不足になっちゃったとか、あと何らかの原因によるろ過バクテリアの減少とかね、これはちょっといろいろな要因があると思うんで言えないですけど、全部症例出せないですけれども、まあ何かの原因でろ過バクテリアが死滅してしまって、はい、ろ過フィルターがね全然機能しなくなっちゃったっていうようなこととかの原因で、まあフィルターに起因する白濁りが発生したんじゃないかなということでございます。で、次はねちょっと漠然とした疑問なんですけれども、白濁りって生態に悪いのっていうことなんですけれども、実はねこの白濁り自体は生態にはそれほど悪影響はないそうでございます。ただね、注意してもらいたいのは間接的なんですけれども、まあ、微生物がね大量に発生し、酸素を、ね、どんどん吸っちゃうじゃないですか。だから酸欠になってしまうと。またその大量に発生した微生物たちも活動していますので、アンモニアが増えて、水質が悪化し、生態が中毒症状を起こすという可能性はあるようでございます。で、ここからちょっと余談になってしまうんですけれども、まあ白濁りが発生して最悪なパターンっていうのがちょっとあるなと思いついたのが、まあこれね水槽内では多分起こりにくい状況だとは思うんですけれども、まあ白濁りの延長線上で最悪な状況は赤潮なんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ赤潮は不栄養化でプランクトンが爆発的に増殖しますよね。で、その爆発的に増えたプランクトンが、まあ、呼吸してね、まあ、水中の酸素濃度が低下してしまったり、まあ、水面を埋め尽くすんで酸素をね水面から取れなくなったりしてしまって、まあ、酸素濃度が低下して、その近辺にいる生物たちが死滅してしまうということですね。なので死んでしまう主な原因は酸欠っていうことですね。酸欠は危険だっていう、はい、ことでございます。さらに怖いのは死の海になる青潮でございます。まあ発生のタイミングが違うかもしれないんですけれども、まあ、例えばね赤潮が発生した後無数の死骸が海底に沈んでしまいますよね。酸素濃度が低くなったところでその死骸が腐敗してしまうと。で、酸素濃度が低いので嫌気性のバクテリアが有害な硫化水素を生み出すと、まあ、腐って硫化水素が生み出されるってことですよね。で、海面に上昇して青白いもしくは白濁したような水面になるので、まあ青潮ということでございます。まあ本当にねこうなっちゃうともう怖いですよね。青潮っていうのは本当に死の海みたいな感じになると思いますね。で、水槽内に話を戻しますけれども、水槽内に嫌気性の空間を作るというのは正直難しいんですよね。だから硫化水素を大量にね発生させるっていうのは水槽内では、まあ、あんまりできないとは思っているんですけれども、ただこの白濁りっていうのは赤潮とか青潮にね近いような存在なのかなとも思ったりもしています。まあ、なのでね、白濁りが発生した場合は、まあ、酸欠になる可能性があるんで、まあ、応急処置としてね、水流の調整やエアポンプの導入など、まあ、併せて行った方がいいのかな、っていうふうに思っています。で、ちょっと話を少し戻しますけれども、白濁りが発生してしまった場合の対策についてはですね、ろ過バクテリアがね、減少してしまった。ということに関して、まあ、先ほどの例で言うと立ち上げ初期とか水替え後フィルターのメンテナンスの後、あとはね、フィルターのろ過不足でも、まあ、例えば目詰まりしてねバクテリアが死滅してしまったっていうような場合に関して言えば、まあ、まずはね立ち上げ初期のような感じで、徐々にねバクテリアを増やしていくっていう作業が必要かと思いますので、まあ早急にね立ち上げたい場合はこのタイミングで、バクテリア剤を投入っていうのもありかもしれません。あと同時にね、まあ酸欠防止対策もされた方がいいのかなというふうにも思っております。はい、
で、餌の与えすぎとかね、肥料の過剰添加だった場合は、まあ、有機物がね、水槽内にいっぱいある、状況かと思いますので、こちらまずは水替えですよね。はい。まあ、こちらも合わせてエアレーションすれば、安全かと思います。うん、でこれで改善しない場合ね、一度白濁りして低酸素になった場合は、もしかしたらバクテリアが減少してるっていうのも考えられますので、まあバクテリア剤の添加もいいかもしれません。でフィルターのろ過不足に関しては、まあ生体のね、数に対して、ろ過能力が足りないので物理ろ過が効かずに白濁りしてる風に見えるみたいな感じもあるかもしれませんので、それの場合はサブフィルターを設置したり、まあ、フィルターをグレードアップするっていうのが、まあ、いいことかなという風にも思います、うん、で合わせてチェックしていただきたいのがやはり、白濁りが発生した場合はアンモニアとかね亜硝酸の数値も同時に高くなっている可能性もありますので、まあ、合わせて水質チェックを行った方が、まあ、水槽の状況を把握した方がより安全なのかなというふうに思います。あとね、最初にも述べましたけれども、白濁りの原因って、まあ、いっぱいあるわけですよ。だから今私がね、話した内容とはまた別の原因で発生している可能性もありますので、はい。ただまあ、一個一個ね、原因潰していった方が、早いと思いますので、対策としてはね、うん、なんで今の、述べたことを少しね的を絞って、はい、対策打たれてそれでも改善しない場合はもっと深く見ていくとか、まあ、そういった感じの動きの方がいいような気がします。はい。あとね、まあ、ちょっとこれ別の話になるかもしれないんですけれども、まあ、原因究明の方法としてはですね、まあ、白濁りだけじゃないんですけれども、まあ、何らかの異常が発生した場合は、まあ、直前の行動を思い起こすというのが重要かと思います。何か問題が発生した場合は何か行動した直後、に発生しやすいと思いますのでそれを思い返すということと、まあ、逆に何にも手をつけてないところとかね、まあ、フィルターの目詰まりであったり水替えずっとしてないよみたいなのもあるかもしれないので、まあ、そういった何にもやってないっていうのと、まあ、その2点をね、まあ、考えるだけでも解決早いのかなと思いますので、参考にしてみてはいかがでしょうかということで、ご視聴ありがとうございました。まあ、簡単にね白濁りといってもまあいろいろな要因があるなと、はい、いうことで、終わりたいと思います。チャンネル登録まだの方、アクアリウムのより良い情報を日々配信しているこの朝日のおてこ TV、良ければチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと本日の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、コメントどんどんお待ちしておりますということで、お送りしましたのは私朝日でございました。じゃあ。